皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは静岡県公立高校入試志願変更。今日は2月25日なんですけれど、昨日静岡県の公立高校の入試の志願変更、最終的な志願変更、これが締め切りになりました。2月24日の正午、この時間に締め切りになりました。前半ではこの締め切りの後の状況、そしてあと1週間を切った入試までどんな勉強をすればいいかを後半でお話します。まず入試の変更、志願変更、志願変更した人は228人、全体の 1.14% でした。高校の変更した人、これは176人、同一校での学科とか科の変更、これをした人は52人でした。全体ではそんな大きな変化はありません。ですから皆さん、あとちょっとね、今まで通りしっかり勉強していきましょう。じゃあしっかり勉強するって、あと1週間でどんな勉強をすればいいかということですね。入試まで1週間を切る、この勉強法はというと、今過去問を使って勉強している人とても多いと思うんですけど、過去問最初から最後まで全部解いてませんか？で、できるところもできないところも全て解いている人、これ時間の無駄です。あと1週間時間が迫っているので、この勉強はやめましょう。解くのはあと少しで解けそうな問題で、分かってるだけでいつもちょっとミスをしてしまう、時々ミスをしてしまう問題、ね、この練習を徹底的にやりましょう。そして確実に解けるようにして、当日の得点に結びつける、こういう勉強法、これがあと1週間を切った時の勉強法です。もう一度言うと、できる問題は解かなくていい、でも不安になっちゃうよという人は一番最後の日ですね。で、直前でもう一度全部解いてみてください。それまではもう少しで解けそうな問題、分かっているようで分かっていない問題、時々ミスをしてしまう問題、これを確実に解けるようにして、この練習を繰り返して当日の得点に結びつけていきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。